ピャイン。ポパコピーン。ああ。ワミのターン。ワミのターン。いたずら。意味ねー。意味ねー。なんなら俺の翔太郎の方ちゃんと見てなかったわ。俺の不幸がランダムになっただけだ。まあいいでしょう。どうしようかな。BGM でも流そうかな。すげえルート。No。あらら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 、いいか、乗っていますね。
すごい、うん、すごい、うん、俺にもプレイさせてくれよ。お金がないよ。うん。は。大砲。おかしいな、俺さっき刑務所出たような気がしたんだが。おかしい、さっきも俺は刑務所出た夢を見た気がする。何も起きない。じゃあ仕方ないね、ギア払いますわ。あ、違うんか、あれ踏まないんか。うわ、見たくはあったけどね。ちょっと今一瞬あって思って、今翔太郎のついてる継続カード何かチェックしたもんね。今こいつの能力もあるから、友達でいてね。うわ、もうそれ踏むしかないよこれ。友達でいてね。これ1円で4ギア手に入っちゃうもんね。ごめんね。いや、俺にも駆け出してくれよ金よ。お前だって4ギア3ギア。え、なんでそんな入った。ん、こいつの能力っすね。アグレッサーか。
うわ、えぐ、もう、しゃあないよ、俺。俺、もう右半分にしかいないぞ、俺。だるすぎー、あ、しまった、なんか4、イエーイしまった、なんか44円持ってる0円だと思ってた、くそまあ1にしてるだろうなと思ったけど、ちょ、寝かけた後にパッと見たらなんか金持ってたやつめ、知らない間に金を持ち寄って。ちょ、なんか、選挙始まっちゃうって。今日始まるって。負けた。勝った。終わってる。終わりんごだぷー。あ。踏まれて4ギアえぐくね？ね。ま、勝ってばね。勝つから踏みに行くんだろう。でも今俺翔太郎の所持金の2倍持ってっからな。ギア売ってお金もらって、ギア売ったら、地獄時計起動して勝ちやん。
ジかよ、終わってら。え、本当に終わってんな、どうしよう。まずいですよ。うん、強すぎる。遠慮というものを知らんね。ちょっとね、ちょっと知らんか。強すぎるな。強すぎるな。じゃあ終わってます。何もできない日じゃないですか、俺。この地獄から解放してくれ。怖い。油売ってないで早くしてくれよ。シャオラシャオタカゴの野郎。を引くの知ってた。知ってたなら6かけろ。自分でもツッコミが出ちゃう。60円かけて2票はちょっとな。うわー、なんかすげえ好き勝手進んでんじゃん。終わってます。
そんなに言ってることやばすぎる。違う、これちょこちょこちょ、危ない。マジで左側行ってない俺。1ギガゲットしました。ここに来てようやく44ターン目にして1ギガゲットです。拍手喝采。素晴らしい。かっこよかったですね。今しびれましたね。俺はこの1ゲアを抱えて今日は寝ようと思います。お疲れした。1ゲア抱えるか、抱えるか、そうだな、そうしよう。そういうことがない。何もない。いいタイミングで覗くね。今日のハイライト。
に金集めてってる。出るの早の手札言うとさ、数字言うね。2、1、1、1、1、1、1。炭が。なんか俺しましたっけ今日。1。終わってます。一。なんでこんな終わってん終わってます。勝たせないという意志を感じる。絶対に俺に勝たせないという意志、うん、絶対勝たせないらしい。勝つためには俺ここでこうしなきゃいけないんだよ。今ここでワンスキップしてでもワンスキップしたら終わるって。いや、ギアが増えた、何もしてないのに。これが印税ってやつですか。よしよし、やっとグレムリンっぽい動き来た。やっとグレムリンっぽいことした。はいはい、休んでる場合じゃねえ。終わった、終わってら、これから金取るんかい。強いカード、やっと引いた強い数字。
んて贅沢な真似はできねえ。ゲオボティに入っていく。21点差がなんだ。今のはうまかったって。うん、やられてます。みんな見てる人も。ここまで見てないと思うわ。ああ、負けたなっつって。打足の試合が続くだけだなってなってる。だいぶある数字になってきた。いや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 、28はもうワンタッチシュートやん。もうワンタッチシュートですやん。まあね、一ターンで出て追加ターン、はあ、Wait, what? What happened?勝ち方気にし始めたの、もしかして。
あるリポート。いけねえうちに行ったんだけど、そもそも継続カードなかったわ。ね。俺には継続カードというものなどなかった。何もなかった。あ、出してくれた。地獄から僕を救ってくれるだなんて、また家に帰れる日が来たなんて、家から出るぞ。勝ちの手こいつ踏む気やるんだったらちゃんとなんか俺票負けてる。なんで出来上がった。終わった。翔太郎遅くない？いやもう上がるの遅くない？もうちょっとね。44ターン目の時に1対22って言ってたんだよ。ねえ、ちょっと遅くない？そうなんだよね。あそこでなめっぷりのことがあるよ。わりかし手札見られたおかげで遅くなっちゃった。なんか俺もだって若干可能性感じちゃったもん今。でも翔太郎が途中から金じゃなくて票を集め始めてるのに俺も気づいて、うん、こいつ10票で上がる気でいるなと思って。本当は手札見られる前になんかね、地獄の地獄で使うなんだっけ、アストラル界にテレポートするやつ、あグレムリンの塔、ああグレムリンの塔、グレムリンの塔を使って、今俺の 手元にいるのよ。だ可能性感じてたんだよ俺。感じてたね。グレムリンの塔、あと一周はできねえよなーって思ったから。グレムリンの塔を使って混沌使って勝とうと思ってたんだけど、じゃあまりにも逮捕されすぎたんじゃない？俺に向かって言うねそれ。ちょっと髪と髪が俺に向かって言うね。もう逮捕されすぎてった髪。
よくわかんないよ。8点。しかも俺、踏んだの1回。あ、でも、死座した件数4、4。残り4回。残り4回。踏まれたのと、うん。2回、警察に捕まったのと、うん。あと1回なんだろう。序盤なんであんなお金なかったの？これお金なかった。あ、それでだ。あれだ、払ってないんだよ。あ、表手に入れるけど1から3出すと捕まるやつだ。はいはいはい。その4回だ。すごくない？捕まった内訳わかんの？偉くない？すごい。構成の可能性ありだよ。すごい。勝負だったね。俺普通に過ごしてたのにゴロつきになってるしね。中立で過ごしてんのに俺。すごいな。中立で過ごしてゴロつきって、中立でも増えてくんだね、ちゃんとレベル。ね、訪れたマスの数そんな差がないの、うん、どうなの。本当だ、大してない。別に1に偏ったわけでもないんだな、サイコロ。なんなら4がちょっとないなぐらい。でもね、訪れたマスの中でも8回は刑務所。刑務所付近だもん。まあね。工場、まさかの工場ゼロ回。まあ工場はあんま俺普段から行かないイメージはあるけど、ね。そういうのも行かないし。工場一番。ゼロ一。ちょっと家から出らんなかった。家から出らんなかったね。あまりにもだったね。最初マジで右側にしかいなかったからな。ね。もう黙っちゃったもんね。うん。じゃあ、あまりにもすぎてさ。やりたいムーブできてたのに。入手した合計46ってどうなってんだよ、お前。俺の倍取ってんじゃねえか。踏みに行くビルドを作ったのに、あまりにももう踏めないよね。もう踏めないよ、さすがに。いや、だどっちかだと思ったんだから、票で勝つか、うん、踏んで勝つか、どっちかをやろうとしてんだろうなと思った。もう、あ、そう、そう、そうしようと思ってたんだけど。ちょっとね、コテンパンすぎるよね、踏んで勝つの。さすがにね。あの、割と後半俺金あったしな。そうだね、後半、うん、あの終盤も終盤ね、後半っていうか、うん、翔太郎の上がり目だ、踏んで4ギア手に入れるとしても、うん、っていう場面だと俺の方が金あったから。終わってるわ。終わってたね。使用した合計カード数が14差あるって。あれかな、最初のカード0って。そうなんだよ。びっくりした。生贄打ちに行って生贄が光らないのびっくりしたもん俺だって。えっつって。なんで生贄選べないのって疑問になったもん。頭止まったもん、あの瞬間。もう一回ね、裁判所でね、高見の継続カードを1枚につき何円か払うみたいなやつ、打ちに行こうと思って、打ちに行った時に、高見なんもねえと思って、一旦無駄にして。
そんなことがあるの。あの時1000円あってよかったよ。やることあったまだ。そうだね、確かに。